2007シェルビー GTH2007 シェルビー GT500 シェルビーマスタングはアメリカ合衆国のフォードモーターが製造する乗用車である。また過去にシェルビーがフォードマスタングをベースにチューニングカーとしてモディファイ販売を行った経緯がある。したがってマスタングをベースにした特定車種を指す総称でありモデル名ではない。マスタングをベースにキャロルシェルビーが手掛けた いわゆるレース向けのチューニングカーで、マスタングの上位モデル、フラッグシップモデルとして、フォードモーターから販売されている。1965年から1969年まで製造され、一部の円数ジェアストから人気があり、フォードの買い頃戦戦略により2006年復活した。マスタングコブラと、コブラの名前とバッジを与えられることが多い。またエンジンユニットには、バルブカバー、 もしくはエアクリーナヘッドに、コブラのマークもしくはロゴが与えられているのも特徴。ただしキャロル・シェルビーが手掛けたものではないマスタングの上位モデルとして、コブラの名前を受け継いだモデルもあるが、それらは、シェルビー・マスタングとは呼ばない。あくまでも、キャロル・シェルビーが手掛けたマスタングのことを指す。1965GT350R1964 年、ホードモーターは、 マスタングの製造、販売を開始。それに伴いフォードモーターは、マスタングの販売促進のため、スカのロードレース参戦を決意。マスタングファストバックをベースにした、ロードレース用のハイパフォーマンスモデルの開発を、シェルビーに委託し、GT350 の開発に至った。当時の SCCSB プロダクションホモロゲーション取得には、 100台以上の製造販売などが条件であったが、レース出場の約款には市販車から軽量化などのライトチューニングのみで行うというものであった。そのため、市販車がそのままレースに適応できる状態にする必要があった。GT350 は、こうした当時のレースシーン、アメリカのナショナリズム、オイルショック前の時代背景といった複合的背景をもって生まれた。まず、 シェルビーはフォードにハイパフォーマンス289を積む外装ホワイト、内装ブラックのマスタングファストバックをリクエストした。レース適用のため、ボンネットは FRP、レース用、LSD、サスペンションもレース用に強化されたものを、さらにエンジンは289キュービックインチのフォードインザーエンジンのハイパフォーマンスバージョンを装備。このユニットは、 マスタングのオプション用エンジンをベースに、シェルビーアメリカンが、さらにチューニング。通常の289値エンジンよりも、高回転で、最高出力は309馬力、6000rpm。さらに細かいところでは、遮音材、精神材、ヒーター、パワーステアリングなど快適性を求めるものは一切、排除し、軽量化のためアルミケースのトランスミッションや、 重量配分などを考慮して、バッテリーがトランクにスペアタイヤが車内に移動した。また、ホモロゲーションがに座席車であったことなどから、リアシートは取り除かれていた。外見的なマスタングファストバックとの差は、フロントグリルおよびサイドのバッジとボンネット中央のフードシェーカー。リアの中央にある給油口もコブラのエンブレムがある。色は白地のみで、オプションで。 青ストライプを入れることが可能。また、GT350 と GT350R の間に安全装備以外のスペック的な差はなく、エクステリアでフロントバンパーが FRP 化されていたことと、フロント以外の窓がアクリル化していただけである。1965年製造モデルは、ストリートモデルが516台、ドラッグレースモデルが9台、その他が37台。 合計562台とされているが、実際は、ストリートモデルが526台、GT350R が36台となった。製造、販売は、シェルビーアメリカン。フロム、シェルビーマスタング1965-1966、GT350H しかしあまりに、レース志向が強すぎた1965年モデルは、様々な苦情を及んだ。 そこで1966年モデルでは、一般人に受け入れられるようで中運が施された。レースシーンでは1965年以降、3年に、ワタリスカ、B プロダクションで優勝はもちろん、上位独占という、花々しいものであった。しかしその実績、人気とは裏腹に、硬い足回りや重いステアリング、不快な騒音や臭いなどストリートに不向きな仕様で、 GT350 の市販車はあまりに評判が悪かった。そのため、フォードのイメージ戦略として市販車の評判を向上させるべく快適性を1966年モデル以降で向上させた。それは、足回りやトランスミッションなどのレース志向のスパルタンなパーツはほぼ、オプション化、オートマティックトランスミッションやエアコン、ラジオの取り付けオプション選択が可能となり、 リアシートも折りたたみ式に変更。また色の選択も可能となった。外見的な特徴は、サイドクォーターが窓化されたくらいで、1965年モデルとほとんど変わっていない。最大の特徴は、ハーツレンタルカーバージョンの製造が挙げられる。ハーツレンタルカーバージョンは、GT350H として、米国のハーツレンタカー店舗に提供された。 これは誰でもスペシャルなマスタングを体験してもらいたいというシェルビーとフォードの意図によるものである。GT350H は一般に販売されなかった。GT350H の典型的なカラーは黒で全て金ストライプが入っている。またキャロル・シェルビーが熱望したコンバーチブルバージョンが製造されている。1966年製造モデルは GT350H も含め2380台で、うち6台はキャロル・シェルビーによる特注のコンバーチブル。フロム・シェルビー・マスタング1966-1967、GT350-1967 年モデルは外装が大きく変化した。同年にマイナーチェンジが施されたフォード・マスタングをベースにしており、よりエアロダイナミクスを考慮した外装となった。 またこのモデルより排気量を向上させた GT500 を投入。レース色が濃すぎたイメージを払拭するべくより快適性を求め、マスタングの上位フラッグシップモデル志向が強くなった。またコブラのバッジが与えられたのもこのモデルからである。1967年モデルから追加された GT500 は排気量を428値。 最高出力が355馬力 5400rpm の V8 エンジンを与えられた。そのためトランスミッションもフォード製の強化タイプが適用された。GT350 は従来通りの289ヒッポモデル。GT350 と GT500 の差はエンジンのみである。1967年モデルはフロント周辺外装が2種類存在する。それは ハイビームランプの位置である。サイドに位置するメインのランプに挟まれたラジエータグリルにハイビームランプがセットされるのだが、中央に2つ並んでセットされたバージョンとラジエータグリルの両端にセットされメインランプと並ぶバージョンがある。これは当時、ランプの横にハイビームランプを設置しなければならないという法律がカリフォルニア州、ペンシルベニア州などいくつかの州で定められていたため、 当該の州では、ラジエーターグリルの両端にハイビームランプがセットされた。またテールランプは1967年型、マーキュリー・クーガーからの流用。1968GT350&GT5001968 1968年モデルは、フォードマスタングのカタログモデルとなり、外装や仕様がさらに変化した。外装は、ラジエーターグリルが大きくなり、 またハイビームランプも円形から長方形に変更。些細なところではテールランプが1965年型フォード、サンダーバードからの流用。エンジンでは GT350 には3 0 2四八が与えられた。これは前年までの289ヒッポと同じく GT350 用にハイパフォーマンスチューニングが施されており、315馬力 5000rpm である。 GT500 は前年と変わらないエンジンモデルであった吸気ユニットに変更があり、最高出力が360馬力 5400rpm となった。1968年モデルで特筆すべきは GT500KR が加わったことである。KR はキングオブロードの略であり、その名の通り GT500 を凌駕するスペックが与えられた。 エンジンは428コブラジェット、ショックアブソーバー、トラクションロック LSD など様々な点で GT500 を上回る装備が与えられた。しかしカタログ上のスペックは最高出力335馬力、5200rpm と GT500 を下回っている。これは過激な馬力競争、いわゆるマッスルカーの過中にあり厳しい検査を逃れるためだと言われている。 この数値は鉄造ではなく、吸気排気システムをすべて設置して計測した数値。通常のカタログでは、吸気排気システムをすべて取り払い、エンジン単体で数値計測を行った数値を載せている。またそれぞれのモデルに、コンバーチブルもカタログモデルとして投入されており、コンバーチブルには、車体合成を補強する、ロールバーが標準装備となる。 シェルビーマスタングを取り巻く周辺の出来事としては、1968年、シェルビーアメリカンは、レース専門のシェルビーレーシング、パーツサプライヤーとなった、シェルビーパーツ、そしてフォードの下請けとなり FRP パーツなどを、生産する、シェルビーオートモーティブの3つに分社化された。これは、シェルビーアメリカンが製造、販売が困難になり、またキャロル・シェルビーが、 ベースに専念したいという思惑などの背景がある。その分社化の一環で、コブラの商標が、シェルビーアメリカンから、フォードモーターに売却された。1969GT500、1969年モデルは、再度、外装を変更することとなった。同年デビューしたフォードマスタングマッハ1をベースに、フルモデルチェンジと言っても、過言ではないほどの変貌を遂げている。 スペックとして GT350 のエンジンユニットが351値の最高出力290馬力 4800rpm。バルブカバーにはコブラのマークを入れ以下にもスペシャルチューンに見せていたが中身はマスタングマッハ1のエンジンと同一であった。GT500 のエンジンもまた前年モデルの GT500KR と同一の428コブラジェット。 スペックとして大きな変貌はなかった。シェルビー・マスタングの歴史はこのモデルで一旦幕を下ろすこととなった。フォードモーターの戦略として、すでにマスタングマッハイジ、マスタングボスという新しいモデルを投入しており、レースシーンもスカトラスアムエと主力ステージを変更しつつあった。大廃棄量を武器に高スペックとレース志向のいわゆるマッスルカーの市場も狭まりつつ、 存在意義も疑問視されていた。それは社会情勢としての背景もある。ベトナム戦争の長期化など国家としての疲弊や社会情勢の不安やエネルギー問題の浮上などが挙げられる。何より1969年モデルが顕著なのだが、シェルビーというレース名門ブランドを冠したただの車になっている実情があった。発祥はレースにも適用できるロードゴーイングカーであった。 シェルビーマスタングもデチューンを繰り返し、上がるのは、排気量とエンジンスペックのみ。そしてそれらを補う意味で、ギミックや、デコレートが増える一方であった。その現状を鑑みフォードモーターとキャロル・シェルビーは、シェルビーマスタングの開発を中止にした。2007シェルビー GT500-2005 年、フォードモーターは6代目マスタングを発売した。その外見は初代をモチーフにしたデザインであった。 理由はいくつか挙げられるが、フォード設立100周年記念事業の真っただ中であり、車の流行も回顧路線に傾きつつある。そうした背景の中で、フォードサンダーバード、フォード GT と往年の名車を彷彿させるデザインの新車を発表しており、その事業の一環として、マスタングも回顧路線をたどることになり、シェルビーが手掛けたスペシャルマスタングもまた同様に復活を遂げた。 ただし1965年当時と決定的に違うのはフォードが手動を握り、フォードスペシャルビークルチームがこのマシンを作っている点である。しかし、フォードと関わりを持つキャロル・シェルビーの意見を、スペックから外装に関するものまで取り入れているため、シェルビーの名前とバッジが与えられている。このモデルのプロトタイプが発表、公開されたのは2005年のニューヨーク。 国際オートショーが最初である。プロトタイプとはいえ、この時すでに量産を可能なモデルとなっていた。実際、2006年秋に売り出された2007年型 GT500 と同等のスペックであった。そのエンジンユニットは、スーパーチャージャー付き5.4リットル32バルブ DOHCV8 エンジンで、カタログスペックでは500馬力、6000rpm とある。また、 GT500KR は1982年に制作、放送されたナイトライダーの続編作品として2008年に制作、放送されたナイトライダーネクストに登場するナイト3000のベース車に選ばれている。このことから従来キングオブロードという意味であった KR に新たにナイトライダーという意味も加えられた。ボディタイプはクーペとコンバーチブル。 中央と側面のストライプをオプションで入れることが可能だが2008年モデルより赤のストライプを選択できる。6代目マスタングのほぼ最終形態である2013年式マスタング、それの最上位モデルとして現れた2013年式 GT500、ストック状態で約662馬力を発生させる。そしてマスタング自体のモデルチェンジに伴って、 GT500 にも変化がある。具体的には、フロントバンパー、リアバンパーの若干の形状変更、リアコンビランプの変更、ナンバープレート取り付け位置の形状変更である。ボディカラーは純正色にすべて対応しており、好きな色を選ぶことが可能であった。ストライプは、太い線が真ん中に2本というのは変わっていないが、ユーザー選択性で、ステッカーか塗装かが選択できた。 エンジンは V8 スーパーチャージドエンジンストック状態で約662馬力 HP を発生させこれでも十分なパワーであるがそのパワーをさらに向上させやんちゃな馬であるマスタングをさらに凶暴でネーモーな文字通りモンスターに化けさせるモデルが存在するそれがシェルビー GT500 スーパースネークである第一に、スーパースネークは 購入方法が全く異なる。ディーラーで購入するわけではなく、まずはフォードのディーラーで GT500 を購入する。そしてその購入したマシンをシェルビーアメリカンに送る。この発想の段階で細かな使用決定をする。使用を決定した後、シェルビーアメリカンにてハンドメイドで製作される。この際、GT500 の購入ヒスパースネイクの アップグレード費往復の送料パーツ代がかかる。そのため、車両価格の2倍ほどの値段がかかる。現在は7代目マスタングにモデルチェンジしている。2020年春に GT350 ヘリテージエディションが発売されたが、GT500 の生産に注力するため、GT350 と GT350R は同年を最後に生産を終了した。スペシャルビィクルチームハット。 おしまれつつ、北米から消えた二重車種ヤリス、フィット、シビッククーペも、ニュースフィア、2021年6月17日閲覧。ありがとうございます。